それでは来週の秀美さんは次郎です。布団が吹っ飛んだと言って寒いって言ってる人たちがいました。確かに布団が吹っ飛んだらこの季節寒いですよね。体調管理に十分気をつけてほしいものです。さて来週の秀美さんは天然のブリや天然のうなぎを天然仲間として意識している。ディズニーシーの次はディズニー A に行く計画を立てている。キムチのたくあんをキムタクと呼んでいるの3本です。来週も聞いてくださいね。じゃんけん。